ソリ座の女でございます。どうもありがとうございます。観客その1みのりです。まだ言う？もう言わなくていい。はい、スーパーの観客さあ、どんどん飲みながらどんどん行きたいと思います。次、今私の中で大流行中の花の中三トリュいきます。箸浮きを花の中三トリュなんで森雅子さん、桜田淳子さん、桃江さんのくだりなんですけど、ちょっと桜田淳子さんから先に行きたいと思います。デビューは多分森雅子さんが先なんだと思います。中島みゆきさんが提供してた幸せ芝居という歌がありまして、すごく悲しいのすごく小さくて、言葉の意味がよく分からなくて、
幼い私が胸焦がし慕い続けた人の名はっていうフレーズあるんですけど、胸を焦がすとかわかんないじゃない、胸焦がしってなんかお菓子の名前みたいな感じだし、あと慕い続けたが慕うのわからないから失敗か心配、慕いが失敗心配どっちって思ってた記憶がありますけど、すいません。そんなちょっと笑わないように歌わないで。飲むのね。いただきます。いただきます。いただきます。乾杯。なんか乾杯。乾杯。乾杯っていう歌は歌わないんですけど、最も乾杯っていう。いただきます。乾杯。乾杯。死体焦がすっていうのが。なんかじいさんよみたいな。それ胸焦がしと慕い続ける混ざって慕い焦がすって物騒じゃないですか、それ。だいぶ物騒ですね。先生ありがとうございます。ありがとうございます。あれやりたいけど弾きながらだとどうやってやっていいかわかんない。先生ってねやってたけど ねやってたね。窓拭きみたいなやつな。窓拭きみたいなやつ。でも確かにこうやってやってましたね。先生ってよし。じゃあさ、最後はというか、中山トリオ最後はね一人残ってますね。さあどなたでしょう。船木和夫。ありがとうございます。インテンションゴールです。Thank you.
素敵な人生を皆さんに過ごしましたね。ありがとうございました。